おはようございます。ということで、今回はですね、ちょっと卒業旅行の方をですね、しに行きたいと思います。今回は北海道のね、フリーパス7日間、特急とか普通車全部乗り放題のものに乗っていきたいと思います。でね、いろいろ行きたいと思うんですけど、とりあえず今日は室蘭を経由して札幌を目指します。それじゃあ、行ってきます。これ9時めちゃめちゃ長いです。6号車だけどまだして、多分7、8が自由席。さあ、混んでるんでしょうか。自由席心配です。よし、あ、めちゃめちゃ空いてる。快適です。誰もいないから全部倒します。ちなみにシンジは寝てます。この函館駅のホームってすごい曲がってるんですよね。ここから見ても、曲がってる、カーブしてるのがよく伺えます。寝台列車の名残かなと思います。8両編成の特急が止まっても、これまで余裕があるんでいいなと思います。あいつ起きてる。いいですね。新しい iPhone で撮るとめちゃめちゃ綺麗です。マジで最高です。動いてますね。なんかあっちにもちらほら見れます。ということで一旦東室蘭で降りました。こっからあっちの普通列車に乗り換えで、室蘭に向かいたいと思います。室蘭駅。東室蘭ってこんな感じなんだ。なんか南千歳みたいな。探せ普通列車室蘭。これだ、電車だ。あ、もう発車するんだ。室蘭の写真撮っとこう。これこういう感じなんだ。室蘭駅来ました。イエーイ。どこ？ほんとだ。行く？一応ここは室蘭のメインストリート。もう今は話によると室蘭の中心都市は東室蘭に移っちゃった。ほとんどかつて栄えてた場所。ここが東室蘭とかの方に大きいイオンがあって、みんなそこに遊びに行くっていうふうにはなんか聞いたことある。室蘭の人から聞いたのは。面白いです。残念ながら下念願のカレーラーメンです。めちゃめちゃうまそう。これ札幌通りって言うんだって。なんで台場じゃん。台場だ、すごいね。昔は多分大きいデパートだったんだろうけど、今はスイートデコレート。これだってつかむ場所もないよ。これ一線だな。いやー、上級者向きでしょやっぱり。やばい、はは、ちょっと待って、終盤なのもう。やばい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 、アイテム取れなかった。ここやばいよ。しょしょしょ、怖い怖い怖い。おい、ちょっとちょっとということで、結局室蘭駅に帰ってきました。こっから東室蘭まで行って、まあ、ちょっと接続がどうかわかんないんですけど、すずらんに、初めて、人生で初めて乗ってみたいと思います。あるね、騙される。やっぱあるね、室蘭から戻ってさ。近距離線のマップが書かれています。一応札幌まで書いてない方面になってるのか。まだ来た。お願いします。はい、待ってよ最悪だ。初めて乗ります、すずらん。かっこいいなあ。もう自由席だ。さて、自由席誰もいません。おお、すげえ、全然違う。すずらんってこんな感じなんだ。だから混み始める可能性もあるよ。普通の北斗と停車駅が違うからちょっと楽しみで、あ、そうはい、ということで札幌駅に到着しました。札幌って書いてあるやつあるかな、あそこに書いてあるんですけど、はい、今回はすずらんで到着しました。こっからですね、今日は一応もうこれで移動はしない予定です。まあ、一応北広島とか、あとエスコン行ってみたり、札幌ドーム行ってみたりみたいな、そういう感じで予定、まあ、で組んではいますけど、別にもうこの後はもうこの札幌近郊でもう過ごすみたいな、そういう感じですかね。今日のところは一応それで考えてます。にしても寒いな、やっぱり寒い。すいません、ありがとうございます。レッドブルありがとうございます。はい、じゃあ乗りますか。東西線だからこっちだな。札幌到着しました。雪降りすぎ。なんでこんなに違うの、同じ北海道で。ホテルハミルトン札幌、ここに4泊します。すげえ、いきます。あっセミダブルだということで、お前と俺は一緒のベッドで寝ます。残念でした。はい、ということで、あれから時間が経ちまして、もう夜です。いろいろ分かったんですけど、電子レンジはホテルにある。だからおにぎり20個くらい持ってきたんですけど、それは今回食べれそうです。あ、なるほど。エアポート186号が発車いたします。すげえ。なんでよ。あれ、誰も人がいません。多分これはやらかしてる説がありますが、7時。うん、俺っぽい。え、帰ってこれんのかな。でもあ、走ってる。ああ、行っちゃった。浅井さん、明日の計画をどうぞ教えてあげてください。今日ははい7時30分のはい特急宗谷はいで稚内まで行きます、はい、行きます。で20分滞在してサロベツで旭川まで降りて、はい、メガネに雪積もってきた。だんだん雪に視界奪われてきて、あ、あれあれか、木の奥にあるやつ、あれか。着きました。ここ着いた。あれか、エスコン、エスコンフィールドです。エスコン、エスコン、エスコン。はっ、コカ・コーラゲートとサードベースゲート。やっとあった。わ、すげえ。すごい、めちゃくちゃでかいね。しかも結構さ、建設期間短かったんじゃない？出入り口これだ。すげえ、ハイブリッドかも。すげえ、海外のバス。ということでエスコン終わりました。で、今から札幌駅に戻って、で地下鉄東宝線に乗り換えます。札幌ドームに着いて、ああ、これか、これっぽくね。これで会ってくれ。あっ、あれあれ、でも閉鎖中だし、NO。 あ、手でっかい。すげえ、いいね、こういうのあるんや。なるほどね、かわいいな。